阪神競馬場第8競走出走メンバー入場です。第8競走はサラブレッド系4歳以上500万円以下、芝外回り 2400m 10頭の競走混合戦です。それでは出走メンバーをご紹介していきましょう。まず1番はエルビス・バローズ、馬体重量488キロプラス8キロ、鞍上岩田康成、単重量56キロでの騎乗です。2番の名称スピード448キロマイナスに鞍上浜中卓騎手に乗り換わりです。単重量は56キロ。3番オールターゲット470キロ増減ありません、武豊57キロ。4番エアポートメサ454キロプラス4キロ川島真嗣56。5番はウィンシュールマン438キロマイナス2小牧太57キロ。6番ゼローソ492キロマイナス6和田龍二57キロ。7番ローレルジャブラに512キロ増減ありません、森一馬53キロ。8番ベストアンサー460キロマイナス8川田優雅57キロ。9番の光栄キング440キロでマイナス4です、中井雄二53です。10番猛烈524キロプラス8キロ国分京介57キロです。以上、阪神競馬第8競走4歳以上500万条件出走メンバー10頭をご紹介いたしました。発走までは今しばらくお待ちください。阪神競馬場第8競走サラブレッド系4歳以上500万円以下、芝 2400m 外回り10頭です。正面スタンド前右手ゲートインは順調、最後に猛烈、猛烈が入りました。スタートしました。さあ先行争いです。広がっています、ポジションの探り合いです。外からまず猛烈が行きました。外から猛烈が先手を奪って上がっていきます。2番手の位置ですが、名称スピードが内から間ウィンシュールマンが追走して、外にはローレルジャブラに最内にエルビスバローズ、中段の内目です。間からゼローソ進出を開始、あとはベストアンサー外内オールターゲットが続いています。エアポートメサ最後方追走、光栄キング1コーナーカーブし終えて各馬これから2コーナーです。先手を奪ったのは猛烈です。4馬身のリードを取りました。単独2番手名称スピードが追走しています。ウィンシュールマンが外1馬身半差、3番手差がなくエルビスバローズ並んでいます。1馬身後方ですがローレルジャブラに内体半分差ゼローソ、さらに内4分の3馬身差でオールターゲットが続いております。外体半分差8番のベストアンサー、向こう上面中ほど、あとは1馬身半下がったところですが4番のエアポートメサ、最後方ですが5馬身少し置かれました光栄キングという体勢です。中段が幾分固まっています。猛烈先手を奪ってスタートしての 1000m 1分2秒前後で続々通過、その後は5馬身6馬身と開きました。単独2番手名称スピードが追走しております。その後はエルビスバローズ、そしてウィンシュールマン並んでいます。3番手4番手残り1200を通過、間もなく外回りの第3コーナーへとかかります。その後にゼローソ、さらに外からはローレルジャブラに、その内々にいるのがオールターゲットという体勢です。各馬が3コーナー3、4コーナー中間にかかります。後方から3投目を進んでいる残り 1000m 通過ベストアンサーです。そして後方から2投目エアポートメサ、最後方追走ですが光栄キングです。 3,4 コーナー中間地点へとかかって残り800を今通過、先頭猛烈です。各馬が4コーナーカーブ、そして2番手集団名称スピードが徐々に詰めてまいりました。その後の3番手集団も徐々に殺到していきます。ゼローソ、そして外からはローレルジャブラにウィンシュールマン、残り600を通過、最内には1番のエルビスバローズです。先段固まってまいりました。第4コーナーから直線に向かったところで今度は名称スピード先頭と変わりました。名称スピード先頭と変わりました。1馬身半のリードを取っています。内中外大きく広がっての追い比べ、ローレルジャブラに、さらに外からはエアポートメサが接近してくる、さらに内に持ち込んでベストアンサーも前に接近する構えを見せている。ちょっと1番のエルビスバローズはいっぱいになったか、残り200を通過した。今度は抜けたのはエアポートメサが抜けた、エアポートメサが抜けた。3馬身4馬身リードを取っていく。2番手集団ずらっと広がっているがベストアンサー、そしてその後の3番手争い接戦だが、先頭4番のエアポートメサ五輪、2番手7番ローレルジャブラに、3番手争いですが名称スピードあるいは8番のベストアンサーか。
4番のエアポートメサ川島真嗣、今日2つ目の勝ち鞍。そして2番手ですがローレルジャブラに直線よく伸びて単独2番手を確保。その後3番手争いですが、前に行って粘った名勝スピード、あるいはうち8番のベストアンサー、この辺りで3番手4番手を争っております。しかし2番の名勝スピード単独3番手確保か。制したのは4番のエアポートメサ、後方から徐々に進出、直線は後続を突き放す快勝。勝ちタイムが2分29秒9、上がり 800m 49秒7、600m は36秒8です。4番エアポートメサ、川島真嗣騎手やりました。そして2番手7番のローレルジャブラニ、3番手は2番の名勝スピード、そしてその後にベストアンサーです。1着4番エアポートメサ、2着は7番のローレルジャブラニ、3着は2番の名勝スピード、4着8番のベストアンサー、5着は3番オールターゲット。勝ちタイムは2分29秒9でした。それでは勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。